迎えに来たよ、シンデレラ。そんなに赤面してたらレンガと同化しちゃうぞ。君のハートにもアプローチしたいな。皆さんいかがでしたか。人生は山あり谷あり。皆さん辛いことや苦しいことがあってもトレンディーに生きていればハッピーライフです。一度きりの人生楽しまなきゃ損損。それでは最後までご清聴ありがとうございました。以上、小石田純一でした。